ハッサム川は北海道札幌市と石狩市の境界を流れる河川で石狩川水系伏線後川支流の一級河川である。川の名はアイヌ語に由来するがハッシャムペツ、ハッシャム、ハシシャムなど様々な説がある。北海道札幌市北区と石狩市との境界付近を起点とする。この地点では水量の少ない小さな川である。右岸が札幌市。 左岸が石狩市の境界となる。石狩平野内の備地形である紅葉山砂丘の縁を平行して東に流れ直線的流路を保ったまま伏せ川に合流する。川沿いは農地と住宅地が入り混じる札幌の郊外地である。ハッサム川の起点から西側の新川までの区間はハッサム古川であり二級河川新川水系に属している。 ハッサム川のあぜでは、縄文時代の漁業以降、紅葉山49号遺跡が発掘された。ハッサム川に杭を打って大掛かりな罠を仕掛け、鮭を捕獲していたと考えられている。その後も長くハッサム川は、鮭の工業場だったと考えられる。もともと、ハッサム川とことにハッサム川は、連続した川で、その全体をハッサム川と呼んでいた。かつてのハッサム川は、 現在のことにハッサム川の流路を流れた後そのまま北に向かい途中で西から追い分け川を合わせて伏せ子川に注いでいた現在でもことにハッサム川は通称としてハッサム川と呼ばれることがあるしかし明治時代札幌西北部の水運と低出地開発を見込んで新川が掘削されそれまでのハッサム川は二つに分断された以降上流部は 新川支流のことにハッサム川となり、下流部はやはり、新川鎖作で分断された追い分け川の下流部と、合わせてハッサム川と呼ばれるようになった。なお、ことにハッサム川から、かつての追い分け川合流点までの流路は、跡形もなく消えている。ありがとうございます。